1週間のご無沙汰でした。どうも。オープニング映像がなんかすごい おしゃれな、そうですね、美味しそうなケーキが、レポ TV 北オトロアワーのお時間です。こんばんは。ご覧のように、はい、北オトロさんの昨日誕生日、昨日、そうです、昨日誕生日、はい、54、おめでとうございます。 ありがとうございます。ハッピーバースデーとハッピーバースデーとオトロ、ありがとうございます。ハッピーバースデーとオトロ、ハッピーバースデーとユー。が、吹き消してもいいかな。消えねえ。よし。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、あとさんの誕生日を祝うわけですけど、はいはい、まあ、番組始まる前に、ちょっと一悶着。ありましたね。朝がね。私これなんかまあ流れでね、そんなサプライズっていう感じじゃなくて、木村かなちゃんが買っといてくれたわけですよ。はい、まあ、私先週メールをして、はい、ケーキ買っといてねと、はい、メールしたら、はい、で僕らほら今日一緒にずっと行動だったから、なるほど、なかなかそれ買いにくいからね、頼んだりしてたんですけど、そしたらで冷蔵庫置いといたわけです、コーンケーキをね。これね、なんかまあ流れ的にはこれはじゃあ最初は山田うどんの話とかずっとしてて、途中でパッとなんか入れてもらうみたいな感じで、はいはい、父さんびっくりみたいな感じで、ね、はいはい、そしたら父さんが冷蔵庫開けちゃったんだよ、うん、3年前に開けちゃったね。その時のね、木村かなちゃんがね、もうね振り返らない。背中で舌打ちチッみたいなね。僕もでもほら別にそういうつもりじゃなくて、はい、食い物でも転がってねえかなと。あ、失敗したね。でもちょっと罰悪かったでしょ。そう、開けて、なんだろうそくがあるよなんか言った。そう言いながら、あ、これはまずい、うん、俺以外考えられない、はい、そこで全て今日の分かったわけです、仕組みが、はいはい、巧妙だったね。最初にかなちゃんは、はい、こういうこの、うん、誕生日プレゼントですって、はい、この招き猫みたいなね、はい、こういうのをくれたんで、はい、誕生日関係はもうそこで終わったつもりになってたの、はい、僕は油断させるためだった。これダミーだ。木村かなちゃん、かな作戦だった。かな作戦、はい、ほとんど決まってたとこだったんですけど、はい、まあ僕のこの食欲っていうか、はい、まあこれじゃあちょっとはい、はけてもらって、ね、後で食べよう、みんなで、うん、そうですね、すごい可愛いケーキだな。なんかこれ映ったのかな、このこれはね、熊にちゃんとフランス語で誕生日おめでとうございます、おめでとうとろって、はい、ね、書いていただきました、ありがとうございます、はい、まあそんなことでございました、はい、まあとろさんは、はい、昨日つまり首都圏でいうとすごい雪の日に誕生日を迎えて、そうそうそう、54になってね、なって、どうですか、抱負は。豊富ですか、はい、いやもうこれはもういやそんなに実際のとこはさ、はい、53から54になる感じって言われてもさ、はい、ないです別に、はい、ただその気持ちの持ち方としてね、うん、まあ新しい、お正月とはまた違うさ、うん、感じでちょっとまあ心に思ったことはありますけどね、はい、何ですか。いやいや、やっぱりちょっとレポ、この前ね、うん、まあ、麻雀合宿に行ってきたわけです。あ、そうだね、土日が麻雀合宿、土日が麻雀合宿で湯河原にいて、今日小田原に行くと。だからそのまま行っちゃえばいいんだけど、真ん中、中日が月曜日が誕生日だったので、そうそうそう、一旦帰ってきて家族と過ごしてっていう、はい、まあそれはそうだ、本当に近かったね、湯河原までもう目と鼻って感じです、はい、そうなんだよね、はい、まあそこでね、うん、その、麻雀をやったわけですけども、はい、2泊3日なんです、はいはい、金曜から行って、はい、でもう20周年だし、20年連続で、毎年この時期に2泊3日の麻雀ツアーをやり続けてきたんです、はい、まあ、誰も褒めてはくれないですよね。いやいや。それでまあやりましてですね、はい、まあ、ちょっと勝ったりして、うんうん、それでまあ金曜帰りにその編集のね、まあ、昔から一緒によくやってる尾形くんっていう、はいはい、同世代のやつと、うん、花毛本の編集をやってた、あ、そうですね、人ですね、裁判長もそうです、裁判長もそうです、うん、そうですね、まあだからトロさんとは名コンビ、最近で言うとあれだ、韓国映画の
ああそうですね、江之助さんも書いてもらった、はい、うん、そういうのを作ったんですね。そうそう、はい、つまり、まあ、雑誌のプロみたいな男なわけです、はい、それがこう、まあ、帰り隣になりましてですね、うん、レポどうなの、うん、いきなり来ました、うん、どうなのって言われて、いや、どれぐらい吸ってて、どれぐらい売れてて、うん、どんな感じなの、うん、ってこう来たんですよ、はい、で僕も正直に、まあ、こんなちょっとなかなか大変なんだよと、うんうん、そういえば尾形読んでないし、尾形は全然購読しないし、うん、バカ野郎と、あえて厳しくね、そう突き放してるんだよみたいな、こうお互いもう徹夜してですね、うん、まあ、ね、もう朦朧としてる感じなんですけど、じゃあそうか、うん、でもでシラフなんですけど、うん、もう尾形君もう酔っ払ったみたいになってましてですね、うんうん、疲れ果ててて、うん、雑誌論みたいなの、ああそう、でまあ見てない、見てないくせに、うん、お前な、雑誌はお前そんな甘いもんじゃないよ、うん、そんなお前みたいな素人がね、うん、ポンとやって、ポンとやって誰も苦労しないんだよ、うん、どんだけ大変か、うん、でお前金の計算どうやってんだ、金っつって、まあ適当になんとなく、うん、例えば打ち合わせでコーヒーを飲む、うん、そこまでね玄関に入れてるかとか言うと、なんか細かいこと言い出して、うん、えとか言ったらバカ野郎そこが大事なんだよ、そうやってきっちりきっちりやって、割と小笠さんそういう風な、一見そういうタイプに見えないですけど、そうな見えないですけど、そうなんですか、そういうこともやんないと、あいつはほら自分たちで会社を作ってるから、その会社の、専務だか何だかでもあるわけですよ、うん、だ経営にも関わってるから、ね、うん、そうちゃんとそれをやんないと、うん、雑誌っていうのはそのなんかこう、なんていうの、いくらかかっていくらやってこういくらお金が入ってきてみたいなのをきっちりやっとかないと、はい、その今の状況はどうなのかっていうのは分からなくなってしまう、そうらしいんですよ、うん、まあ僕がそうですけどね、ざっくりこれぐらいの赤字とかそういうことじゃなくて、ピシピシッとする、うん、なってないと、じゃあ、次はこうしようとか、うん、もっとここを頑張ろうとかでできないじゃないか、はい、っていうふうにもうずっと説教ですよはい、はい、まあそんな感じで、あ、まあ、もっとピシピシッとやっていこう、ということをそうです、そうですしたわけですね、そうです、そうです、これ僕も雪を見ながら、うーん、敵のね雪が降ったのー54の誕生日に雪が降ったの、雪が降ったの、真っ白だの、真っ白だの、この白いキャンパスに俺はどんな絵を描くんだ、今年キャンパスになっちゃうんだ、白いばっかりに隣がね、畑なんですよ、うちね、畑だから本当真っ白になってたの、なったのと、うーんつって、これはレポをちゃんとやろうと、はい、思って、まあ他にもいろいろちゃんとやらなきゃいけないんだけど、ね、まあ、おしなべてちゃんとやっていこうと、おしなべてちゃんとやるぞと、あれちょっと雑白な、おしなべてちゃんとやるぞっていう抱負、なんとなくちゃんとやっていこうと、はい、まあね、そんなもんだね、うん、やっぱ18歳の誕生日とは違うね、54だとね、おしなべてちゃんとやろうぐらいだよね。そんな細かいね、あの子に告白してとか、そういう細かい具体的なことじゃないね。全体的にどういう型をね、今年の型をどうするかみたいなところで、ざっくりと絵を描いたわけですよ。で、1年経った時にこうなってたいなっていうのがどうもいいらしいって小耳に挟んだんで、そういうことを思い描くといいよっていう。その姿もね、うん、もうレポも、たくさん売れるようになり、はい、みたいな姿を、うん、思い浮かべ、そこのイメトレですね、イメトレ、それプラスのイメ、そうそう、イメージを、とりあえずの到達点をイメージして、はい、ここを目指せばいいんだって、うん、そんな感じでですね、あ、そうですか、はい、なるほどね、興奮して寝られなくなっちゃいましてね、バカだ、バカだね狙えなくなっちゃった、54の誕生日、そう、真っ白なキャンパスを見て午前1時ぐらいですよまあもうあれですよね、雪降って嬉しくてっていう気持ちはあるんですけど、そうじゃなくてちょっといろいろこう自分のそう燃え上がるものも、そうそうそう、で考えてるうちに、はい、こう窓開けてるわけじゃないですか、ガランとね、寒いね、寒いんだけど、うん、そう、うち猫2匹いるんだけど、うん、奴らが出て行っちゃってさああ捕まえに行ったり、そう、おい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 なんてさ、あ、猫はこたつで丸くなるはずなのに、
出てっちゃった。結構一匹犬みたいなのがいてね、はいはい、出て行って、はい、もう一匹はまあちょっとだけ出て、はい、ビビってるみたいな感じで、はい、まあそんなんで、そうでしたか。結局3時ぐらいまで寝られませんそうなんだ、うん、なるほどね。まあまあ、はい、まあそういう、まあこうなんか誕生日とかまあお正月ってあんまりないんだけどな、誕生日僕の場合はね、うん、なんかこう、一区切りみたいなタイミングでちょっとまとまったことを考えたりするじゃないですか、普段考えないことを、はい、普段は考えないようなあのことを考えるのもなかなか面白い。まあまあ ね、うん、そうですね、うん、なるほど。俺のこの先とかね、俺のこれから1年みたいなことって普段考えないじゃん。まあね、まあ来週とかさ、まあまあね、そういう具体的なことで、締め切りがとか取材がとか、うん、旅行がとか言うんですけど、そうじゃなくてこのざっくりとした俺みたいな、うん、ざっくりとしたね、うん、全体的に俺調べた俺っていうものをイメージするっていうのはないんで、はい、じゃああれですね、あのイメトレの上では、はい、あのおしなべた俺はだいたいいい感じになっていくわけですね、うん、もちろんですよ、もちろんですよ、はい、そんなしょちらっと浮かんでくるんですけど、うん、それはもう慌てて打ち消して打ち消すのもある。じっと手を見る俺っていうのも浮かびかけたんですけど、はい、1年は長いからね、うん、こううまくいかない場合もあるじゃないですか、はい、そこは大人ですから一応考えてみたんですけど、うん、そうやったらもう嫌になっちゃうんで、そこはもう打ち消し、そんなバカなことあるわけない、うん、そうならないためにはこうすればいいんだろうと考えるとだんだん興奮してくるんですよ。はいはい、そうですか、うん、そんな何と言ってあげればいいのかでも誕生日とかってなんかこう、誕生日はねお腹いっぱいになって寝ちゃうなあ、まあ食うもんね、お腹いっぱいだ、ね、もうみたいな感じで、そういう感じはやっぱ年末年始ですね。年末とか片付け、部屋片付けたりしながら、ああそうか今年も終わるな、今年こうだったなとかさ、はいはいはい、年末交渉とかそういうのはもう割と暮れのイメージですね。ああそっかそっか、はい、ああなるほどね、まあ、あと雪降る、そうしました、雪が昨日ちょっと来たんでね、あれはね、そうですね、うん、あっという間に雪になったじゃない、なったね、気づかなかったんですよ、うもうなんかもう窓のシルエットがもう割と大きなこう雪の、そうあの重たいボタン雪みたいな、ね、ふわふわっとなってね、そうふわっと見たら面白くて、ね、こら積もるぞおいとか言って、ね、テンション上がっちゃうんだよ54なのにおいって明日ひょっとしたら雪かけいるぞおいって何でもおいがついて、はい、呼びかけて別に答えはないんですけど、ね、はい、まあそうかもねとか言われて見りゃ分かるよって、はい、うん、そんな感じ で、そんな54歳そうです ね、あとね、なんかうち子供がいいんですけど、はい、それがなんかこうよく学校とかで転校する子とかのお別れ会とかをやったりどうもして、うん、するらしいんで、それでその司会に目覚めたらしくて、うん、これからお父ちゃんの誕生日会をします、うんうん、あなんかねいろいろ原稿書いて、はいはい、司会は私がします、はい、まず最初は、はい、みんなでご飯を食べます、はい、でご飯が終わると、はい、ご飯が終わりました、終わりました、これからケーキを食べます、ケーキを食べますとかね、はい、そういうこうなんか司会、一人で興奮してるんですよ司会に、じゃあ私が歌を歌います、はいなるほど、まあ、そんなんです、ね、まあそして今日はあのまあ前々からね、またこの、お来ましたね、ケーキ来ましたね、来ましたよケーキが、まさか番組中に持ってきてもらえるとは後かなと思ってましたけどね、まあはい、ありがとうございます、ありがとうございます、またす、いやいや、うん、これなおしゃれだよねこのケーキ、これね、じゃあせっかくだからいただいちゃいます、これあのまあ都内の方知ってる人もいると思うんですけど、西荻ですごく有名な、はいはい、あの西荻の東京女子大っていうのがあるんですけど、はい、その門正門の前にあるあのケーキ屋さんで、あ、うまっ、うまっ、なんこれ、うまっ、これ栗ね、クリームが、これはうまいぞ、入ってる店の名前すら思い出せないですけどひどいね、なんだっけ、パティスエ、アテスエ、はい、アテスエっていうケーキ好きの方ならご存知だと思うんですよ、
行列のできるケーキ屋さん。あ、うん、まあさぞやご覧になってる皆さんも食べたいでしょう。残念でした。すいませんね。まあそうですか、うん。なるほどね。あと忘れないうちにちょっと告知関係だけ。あ、そうだね。やってみましょう。その前も言ったんですけども、裁判長、ここは懲役4年でどうすかっていうのが、あのお芝居になりましてですね。明日初日です。明日初日。明日から。明日から新宿のシアターゼロっていう、はい、ところで。はい、全7回公演かな、7公演。まあ、その辺は検索していただければいいと思うんですけど、その、あの 主役っていうか、座長さんが塩谷俊、塩谷俊さん、はい。そうです。パッチギの、うん、最初のパッチギ、うんうん。パッチギに出てた人なんですよ。はい。まあ、そういうことなんで、はい、ね、パッチギでいい役をやってた。どれがどれだか今ちょっと思い出して、多分ギターで歌歌ってたやつだと思うんですけど、はい、すごくかっこいいやつなんですけど、はい、まあそういうことで、はい、見に行ってください。僕は、多分土曜日ぐらいに行くと思うんですけどね。はい、はい、なかなかね、うん、地場になるってないよ。ないよね、うん、そうそう、ないと思うんですよ。だからいい記念だな。映画はあっても芝居になるって。芝居だからね、うん、ちょっと面白いですよね。面白いですね、うん、どういう風にするのかなっていう、うん、そういう興味が、はい、まあ MC たるものあんまり番組中に食べないようにしようと思ったんだけどうまいわこれうまいね、うん、これ栗乗ってるんだよ栗、うん、栗食ってる食ってる、うん、普段ね栗あんまり僕食べないんですけどこれは美味しい。あんまり甘くなくてさ、ここ、ま、そうね、ここんちは実力あるね。ここんちあるでしょ。実力あるあるんですよ。これは本当大人気の。まあまあね、うん、ここがね、はい、もう何年も前ですけど、その豚汁の前にオープンしたんですけど、はい、なんやめちゃったとこありますからね、西海のケーキ屋さんで、うん、あ、そうなんですか。だってもう僕だけどあれだよ、あの木村かなちゃんに、はい、先週ね、デポ TV の前に、はい、一緒に、まあその日は小田原に行って山田君と行動してるので、うん、俺は買いにくいから、うん、買っといて、はいはい、買ってよ、うん、誕生日ケーキを用意しといてくんないっていうメールを、うん、はい、したら僕はのイメージでは、はい、藤屋のあのいちご、いちごのああ、まあ、コージーコーナーとかね、ああいう、まあ、ああいうやつです、オーソドックスなああいうやつ、はい、行ったらその場でペペって書いてくれて、はい、そうそうそうですね。力入ってたんだね。かなちゃんも食いしん坊ですからね。やっぱりこう美味しいケーキの方がいいと。うんうん、いやまあその食いしん坊だからねじゃないよ。じゃないね。お父さんの、のそうですね。祝おうという気持ちですよ、はい。ありがとうございます。自分のためじゃないですよね。ありがとうございます。本当美味しいケーキで。はい、このあの、よくこういうのにこう字を書きますよね。うん、こういうので、うんうん、あとケーキなんかでこうピュッてこう、うん、やったことあります？ない。面白いんだよ、うん。あれはね面白い。ここね、きっと俺大好き。あれ。あれも俺僕店で持ち棒やってましたけど。あ、そうなんですか。うん。あ、お菓子屋さん。お菓子屋さんだから普段は和菓子なんですけど、はい、やっぱ洋菓子もやるんですか？いや、クリスマスとかそういうのはやっぱ売れるし。へえ。やっぱそういうことだからあんまりほら。大したことない。食べながら聞いていい？大したことないんですけどね。はい、まあそれで。そうなんだ。さあそうですよ。昔のケーキだからなんかほらバターケーキみたいなやつなんだけど。それで、まあ、やった。やってただこの職人さんがこう仕上げにこう飾り付けっていう時やるじゃない。こういう、はい、あれがやりたくてやりたくて。はい、で今はまあ家庭用のも売ってたりするんですけど、うん、その頃なんてのはなくて、うん、このね布のね。はいはいはい、布のやつにこう入れて、はい、で先端にこうなんかこうなんかアルミみたいなのがついてるんですよ、はいはい、星型に切り抜いたような、うん、ね、うん、あれでこうねうまくこうキュッと絞ってねこんな構えてねキュッああ何か、まあうんはいはい、すっげえ早い、うんうん、で、俺も やりたいんだけど絶対やらせてくれないんですよ。売り物にならないから失敗したら。でこう隙を見てですね小さい頃やったことがあるんですよ、うん、簡単そうだから、
難しいんだよ、意外に。難しいでしょ。めっちゃ怒られてさ。どう考えても難しい。いや、簡単そうにやるんだよね。ヒ、うん、ュッとやって、シュッとやればいい。あれで練習したことあるもん、俺。マヨネーズとかあるじゃない。うん、マヨネーズなんかで、昔マヨネーズといえばキューピーだったんですけど、ちょっと話が逸れてますけど、味の素がマヨネーズを出した時にですよ、うんうん、この形に、この蓋のところに、ちょっとこう、星型の銀みたいなのが、これだと思って、それでもう散々練習してから臨んだんですけど、違うんだよね、やっぱり。うん、そうでしょうね。クリームってもっと軽いもんだから、こう、難しいんですよ。まあ、それを思い出しますね、ケーキ。そうなんだ。そうそうそう。ケーキね。昔のケーキは本当なんか、こんなにね、こんなケーキなかった。何言ってんだかね。そうですか。まあ、今日僕たちは、はい、僕と、トロさんと僕と、平勝さん3人で、はい、あれですね、小田原に、小田原市ですね。いや、足柄郡ですね。足柄郡。あれは神奈川県かな、神奈川県ですよね、足柄郡。はい、うん、ってところに、まあ、山田うどんツアー第2弾。第2弾。今回は、一般公募はせず、はい、行ってきましたけども、一番西側にある山田うどん。山田うどんですね。山田帝国の。西の外れ。だから、まあ、言い方としては、父さんが、まあ、行く途中で言ってたのは、うん、まず俺たちは本店に石を置いたと。はい、まあ、囲碁で言うとね。その後、うん、西の一番端っこの、この小田原というか、まあ、正確に言うと大井店。大井っていうところですね。はい、上大井っていう駅で置いて。そうです、そうです。東名高速の松田大井インターから約3キロの地点。松田大井の大井ですね。そうです、そうです。はい。はい、大井競馬場の大井じゃないです。僕たちは駅で、電車で行ったので、うん、神津駅で乗り換え、御殿場線に乗り換えて。乗り換えて、2駅。で、2駅目に上大井っていう駅があって。そうです、そこは無人駅なんですよ。無人駅だったね。無人駅だったね。で、まあ、降りて、で、そこから徒歩10分、はい、街道へ向かって10分歩き、はい、そこに、まあ、山田を見つけたわけですよね。そうです。まあ、その一番西の端の、はい、ところに、まず、こう、石を、2つ目の石を置いたということですね。今、戦況はそうなってますね。はいはい。ここは3つ目をどこ置くかですよね。3つ目どこ置くかですね。いや、まあ、本当にでも、はい、まあ、途中、駅から降りて、まあ、ちょっと住宅街みたいな感じで、うんうん、ホームから見ると向こうの、だからなんです。こう、御殿場とかさ、足柄の山がさ、ドーンと見えている感じで、うんうん、すごいとこだなと思ったんですけど、意外と駅前は住宅が多かったりして、うんうん、住宅を縫うように歩いて、そうですね、街道筋まで、はいはい。国道252号線でしたっけ、55でしたっけ、255号線に、まあ、行って、うん、したらそこにね、あるわけですよ。ラブホがあり、まずラブホ、そうそう、手前にラブホがあり、そして向かいにデニーズがあり、そう、それから安楽亭か、焼肉さんが、うん、その四つ角をそういう感じで埋まってる、で山田がありと、そのもう一つの角に山田、だからあれですね、またあの回転看板を見て見た時嬉しかったね。嬉しかった。あれはなかなか見えなくて、山田が、でデニーズとかなくてビッカビカ来てて、うんうん、おい山田どうしてんだよと思ったら、うん、しっかりいてね、あったよ、あったあった、回ってたほっとしたね、ほっとしたほっとした。あの山田独特の広大な駐車場の奥にちっちゃな店がある、はい、青い屋根で、そうです、なんかこう素朴な佇まいですかね。あ、そうですね、素朴ですね、本当にね。まあ、僕たち行った時点で、はい、あのお客さん一人もいらっしゃらず、人も午後4時ぐらいですかね、あれね、ちょうど中間ね、あのお昼と晩ご飯の、まあ、そう、まあ、一番多分お客さん来ない時間帯だと思うんです。来ない時間帯、別に山田だからじゃなくて、女性の感じのいい女性の方が一人でいるんだけど、はい、僕たち来るまで油断していて、はい、僕たち来たら蛍光灯つけましたもんね、ええ、ちょっと薄暗くしてあって、そうだね、当分来ないだろうって感じで、ちょっと明るくしたりして、はい、まさか、まさか歩いてくるやつがいるなんてって感じですよ。まあまあそうですね、車が見えたらっていう感じだと思うんですよ、歩いてきた、
まあでも僕たちもはしゃぎましたね。はしゃぎました。はしゃいだ、はしゃいだ。いろいろ写真撮りまくったり、ね、もう店内でも気にせず動画とか撮ってて。撮ってたね。はい、いつしか皆さんに見せたいなと思って。はいはい、そうですね、どういう印象を持ちました、あのお店。最初は不安でしたね。最初不安でしたね。つまりこう、僕としてみれば、すごく重要な店であるはずだと。うんいうことでわざわざ行ったわけです、まあ、その山田帝国の地図の中で言うと、うんうん、ちょっと離れて西側にあるんですよ、そうです、大井県は。そうです、そうです、はい、でこれ意味があるはずで、うん、だと、うん、ここでね、はい、だから割とこうなんていうのかな、ちゃんとじゃないけども力の入った店っていうか、はい、そういうのを想像してたんですよ、うん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 、だけどこうちょっと古ぼけた、はいはい、あの昔ながらの山田っていう感じだったので、うん、しかも客がいなかったから、うん、ちょっと流行ってないのかな、うん、なんかそのに、まあ、例えばさ一番西側に置いたってことは、うん、西へのこうなんていうかこう砦を築く西へ進する砦みたいなイメージだから、まはい、アンテナ店的なというか、そうです、ちょっとデモンストレーション入ってるぐらいの、そうです、そうです、こうそういうイメージかと思うと、うん、本当本当に何とは変哲もない小さな山田があったじゃないですか。あったね。だから特にデモンストレーションもしてない。そうです、うん、だから僕らみたいな山田派、山田派みたいな人から見ても、うん、おいおい安楽亭とかの、まあ、デニーズとかの、うんまあ、ゴージャスっていうか派手な、派手ですよね、もうディスプレイが今時風のね、うん、外から見ても、うん、それに比べると非常に貧弱に見える、うん、まあ失礼ながら、うん、はい、そうです、ちょっと貧弱、押され気味な感じに見えちゃったわけです、はい、最初、はい、でまあまあ入りましてですね、はい、でまあまあメニューを見たらばいつもの山田ですけれども、完全に同じでしたね、完全に同じです、まあ、当たり前だけど店内禁煙でね、店内禁煙でね、ただそこで榎木さんがまたこう気になることを言って、はい、つまりこう壁にこういろんな、メニューっていうかポスターみたいなの貼ってあるんだけど、うん、それが全部ちょっと色が飛んでるんだよちょっともうずっと張った、うん、そう張ったっぱなしになって、あの日焼けした感じ、日焼けして、そうそう焼けちゃって色が飛んでやってんですよ。そうですよ、そうですよ。だもう食べ物の写真とかもあるんだけど、うん、ちょっと美味しく見えない、美味しく見えない状態、ね、それをこう指摘しまして、はい、あこれは、うん、つまり、まあ、一言で言うと、うん、バスエな感じがちょっと漂っていたんですよ、はい、ね、はい、神経が行き届かないというか、うんうん、ほったらかしな感じで、うん、でまあまあ食べましたね、うん、食べましたね、食べました、はい、まあ、僕はその時点で、うんはい、つまり西の端にあるね、あの山田はね、うん、こう山田から見捨てられた山田なんじゃないかっていう、こうイメージ、そういうこと、その山田のエリアの中で、うん、山田がぬくぬくとね、うん、山田の手の内でね、こういうふうにもうなんかこうやってやってる分じゃなくて、はい、なんていうか分かんないですけど、あの関東軍が引き上げた後の満州の人みたいな感じ、そうそうそう、そのえ、関東軍は俺たちを守ってくれないのかみたいな、そういうイメージですね。そうそうそう、そういう、そういうなんか、うん、置いてきぼりを食らわされた山田なのかな、まあ、忘れられた日本人っていうか、はい、忘れられたこう山田、忘れられた山田山田の中でも、はい、あったっけみたいな、ね、山田、え大いにあったのって山田が言いそう、山田さんが言いそう、あそこまだあったっけ、あったんだってね、ね、うん、それぐらいのちょっと不安を感じた。25年、ええ、25年経っている店です。25年後でちょっとね、あとでヒアリングし、そうなんです、インタビューして、インタビューっていうかね、これがね違ったんですけどね、いろいろな、そう、はい、僕ら の、 その心配とはまた違うベクトルで山田考えているなということが見えてくるわけですけど、はい、まあ、食べ、だからさ、あの本当食べ始めた、注文したぐらいの時点では、あの小野田さん的なっていうか、恥ずかしながらとかさ、あのまだ戦争が終わってないと思って、やまだ戦争が終わってないと思って横井さんとかね、まだ戦争が終わってないと思って山田うどんを続けているみたいな、うんうん、こうそういうところはですよ、出てこれない山田みたいなところが、まあ、あのいつもの味の山田がちゃんと出てきました、出てきましたね、はい、まあ、人心地ついた頃、うん、待望のお客さんが入ってきた、入ってきたね、うん、そしてまた、まあ、続けざまに入ってきたんですけど、うん、でっかいね、あれ何トントラックだろう、10トントラックぐらいあるのかな、でかかったね、でこれぞザ・山田の客みたいな人が、うん、もうあのドライバーですよね、長距離ドライバー、やっぱトラックが止められない、あの広大な駐車場、これだと、はい、で入ってきたら、うん、あのもうおなじみの常連客なんですよ、うん、はいはい、
で榎倉さんちょっと席外してたんですけど、はい、その時僕あの NHK のニュース9 ニュースウォッチ9で、ね、ダルビッシュのあのダルビッシュ今日はあのさよなら会見を札幌ドームで開いたんですけど、はい、それにあのかぶせるコメントを取らせてくれって NHK から連絡があって、はい、何も山田でやらなくてもっていう本当はあのなんかどっかで僕の絵も押さえたかったらしいんですけど、いやちょっとそれ小田原に行くんでって言ってですね小田原に山田のちょっと出た入り口のところでね、うん、ずっと答えてましたね。だからもしあのニュースウォッチ9ご覧になった方は、はい、あれは山田から喋ってますとして、時々いらっしゃいませって声が後ろでかぶっていかねないものだったんですけどね。うん、はい。まあそういう状況の中で、まあはいはい、でもこういつものっていう言葉を聞けたし、はい、あいつものって注文してたんですか。うん、僕がちょっと天ぷらうどん NHK にコメントしてたんで聞けない。天ぷらうどんだったんだけどね。あそう。あのなんていうお店の女性の人が、はい、いつものって聞いたんですよ。あそう。そしたらおじさんが親父さんが天ぷらうどん。通ってる感じなわけですよ。このまた。したかったな。そう、お店の人も感じが良くて、はい、すごくこうちょっとこうなんかホッとさせる山田っぽい人で、通いたくなる気持ちは分かる。感じのいい人です。感じがいいんですよ。うんうん、ね、でもう一人の客ですよ。まあ、これはちょっと言っていいものかどうか分かりませんけども、はい、まあいきなり来てですね。はい、何せスタミナ節だったかななんかも頼んで、しかもビールも頼んで。うん、僕はドキッとしたわけです。はい、ビール？って思って。はいはい、それでもスッとビールが出てきてグイグイグイッとこう、はい、ゴクゴクッと飲んでらっしゃって。はいはい、まあ、多分あの僕らは最後まで僕らの方が先に出たんで、うん、あの友達が迎えに来るとは思うんですけど、はい、まあ、そういうこうなるほど、ね、あ山田で一杯っていうのもあるんだな。うん、なるほど。仕事後のね。うん、まあ、そういう光景を見ることができて、はい、でまあ支払いも済ませまして、いよいよ帰るときに、はい、まあちょっとその店の人に話しかけてみたところ、うん、最後ねちょっと話しかけて最後ね僕らもね聞きたいで最後まで声かけられなかった。そうそしたらばその、まあ、25年前にできた店であると、うん、で山田で一番西にやるんですよっていうのもちょっとこう胸を張って言ってらっしゃった、うん、25年前、しかも直営なんですかって言ったら、うん、まあ、その辺はなんかあの人はその従業員だからよく分かってる、うん、まあ、多分そうだと思うみたいなことを言い、うんうん、25年前と全く同じ姿だと、へ、お店が25年、25年前っていうと、うん、いつぐらい、80年代ですね。90年87年ぐらいですね。87年、うん、87年で、それが現存する今山田の営業している、はい、うん、まあ、200弱のお店の中で最も古い、そうですか、店舗であると。あ、本店よりも本店だと綺麗だったじゃないですか。その、いや、その店舗です。店舗変わってないってことですか。変わってない。位置は同じでも他のお店はどんどん綺麗になったり大きくなったり手を入れられてるんだけど、はいはい、大井店はそのままの、うん、なるほど、姿で、うん、じゃあつまり一番そのオリジナルなというか、うん、山田を見ようと思ったら80年代の山田があるわけです。87年ってアイルトンセナとかですよ。わかんないけど、あの頃ですよ。あの頃ですよ、まさにまだ昭和だった、ね、昭和の姿をとどめてる山田の、はいはい、もうこれはあのなんていうんですか、人間で言えば、うん、この生きた宝、そうだね、そういう生きた人間国宝、人間国宝的な現役なわけですから、はいはい、なぜ人間なのかわかんないけどね、まあ、人間ってつけなくていいんですけどね、はい、まあまあそうですね、まあ、児童文化財っていうほどのことはないんですけど、まあ、価値ものすごく価値のある、山田的にはすごい価値があって、はい、まあ、そうですね、いつあれが、うん、あのこう壁を塗り替えたりしちゃうかね、しちゃうかわからないわけですから、今日行ったことに大きな意味があるわけです、あの本当に民家みたいな青い屋根あれはすごく印象残る。なんかこう青い屋根、うん、青い屋根はさ、うん、なんかこう感じがいいじゃないの。黄色いこうね、山田のあの黄色と赤のあれに、うん、ベースが青い屋根、はいはい、感じがいいじゃないですか。あとさ、はい、まあ、僕ら本店にいきなり行っちゃったんで、はい、本店ってやっぱこうスペシャルな店ですけど、うんうんうん、まあ今日行った山田なんかを見ると、はい、あんなに巨大な、うん、
山田という世界の中あって、うん、店そのものは意外に小さいっていうか、うん、小ぶり、うん、敷地の割に、うん、つまりこうすごく顔の小さい人っていうか小顔小顔の小さい人そんな褒め方店が小さいって言ってるだけですけどね顔の小さい人がね。でも敷地がでかいじゃん。敷地でかいね。その 割合が駐車場を広くとすごく変な、うん、変なあの、山田黄金率みたいな、なんかこうなるほど、ね、普通のデニーズとかそういう普通のそう、ね、外食産業ではちょっと考えにくいほどの駐車場への配慮、うん、だからさ、うん、あの子たたずまいっていうのは、うん、僕のイメージで言うと、はい、地方にねドライブに行くじゃない、うん、なんかこう水車が回ってるようなさあるあるある、なんかこう蕎麦屋とか、はいはい、あります、あります、土地がやたらあるぞというね、うん、あるじゃない、その独立店ですよ、うん、もう全然さあります、あります、ああいうさ、うん、あのアロマとかそういうなんかそういうあのなんか感じで感じで、ね、アロマみたいなやつですよね、そういうのに近いさ、近い近い、まあ、ドライブイン、そうですね、ドライブインですね、初期ドライブインの感じですよ ね、すね、あちょっとしましたね。だから本当はあの街道沿いはさ255号線はさ、うん、まあ、すぐあの横に一番新しい感じ のデニーズもあんなこうなんか横のにあの喫煙所みたいなのが円形のそう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 、あれで敷地で取ってあって、窓プワー広くてものすごいかっこいい、あんなのなかなかないよね。まあ間違えたくせに勘違いしてますね。僕らはその山田の後のに、うん、デニーズちょっと行ったんですけど、はいはい、あれは元例えば富士屋とか、うん、そういうところで居抜きでデニーズがやってんだろうって、うん、だからかっこいいんじゃないかな。そうそうそう、あの富士屋って僕川崎市のあれ多摩区かな、うん、なんかにあったやつがものすごくかっこよかったんですよ、なんか、うん、あの建物の、うん、だいたいあの赤とかピンクっぽい感じですよね、うん、はい、でちょっと聞いたら藤屋レストランムッとしてましたね、あのデニーズの人、ね、何を言ってるんだよみたいな最新のデニーズだから、うん、とか言われて、うん、ね、でその向こう側にはマクドナルドの看板が遠くに見えて、うん、だまあ言ったらあれですよ、あのグローバル産業ですよ。そうです、グローバルな、うん、そうそうそう、グローバルラインですよ、ナショナルチェーンです。ねに対してものすごく超ドメスティックな山田が孤軍奮闘しているまさにあの様、ま、そうです、そうです、大変ですよ。アンチグローバリズムですよ。そうですね。言ったらそうなんですよ。インディーズですよね。インディーズです。はい、で、あの僕らすぐ25年前の光景を想像してみた。うん、してみたね。多分この道は暗かったね。暗かった、ね、暗かった。うん。で、まず山田ができたね。山田はね、うん、できた。できた。うん。そしてから何ができた？ラブホだね。ラブホができたね。まだ暗い道だからね。つまり あのある種の暗がり性がないと、うん、ラブホをそうそうあんまり明るい、しかもラブホ2つありましたよ。2つありました、2つありました、はい、メッカといってもいい、上り上下線ありましたから、うん、上下線ありました、上下線ありましたね。だちょっと暗がりの街っていうかちょっと人目につかない感じじゃないと成り立ちにくいので、そうそう、成り立ちにくいですね、街道沿いですから ね多分そんな感じだったんですよ、はいはい、であそこの位置というのは、うん、大井松田インターまで3キロ、はいはいはい、で小田原まで7キロ、うん、っていうすごいこう中ぶらりんな感じのとこなんですよ、うんうんうん、で駅は無人でしょ、うんうん、そこに目をつけた山田の先進性がありますね。だからその後デニーズができたりマックができたりしてわけだけど、うん、このあたりいろんな本当に派手なものいっぱいできてるんだけど、うんうん、一番中心は何かというと山田だったんじゃないかと。そうなんですよ、僕たちは考えるわけですよね、まあ、本当かどうかわからないですけどわからないけど山田を中心にここができていった、うん、そうというようなね、山田あってのここが成り立ってるってことなんですよ、うん、そういう街道筋に、まあ、見えた、うん、でまあ、本当に遠くには山々がね、足柄の山々が見えて、いい、ね、もうすごいこうなんか、まあ、ちょっと今日は曇ってましたけど、うんうん、ものすごい多分絶景ポイントですよあそこはです ね山田の窓から山が見える、山が見える、うん、あの駅のちょっと反対側にはまさに山田という山田っていう地名もあったね、グラウンドがね、山田総合グラウンドっていうのがあったね、まあ、その因縁を感じてしまうんですけどね、はい、因縁、はい、本当ですね。まあそういうことでですね、うん、山田ツアー第2弾も無事にっていうか、意外に収穫あったなっていう、収穫あったねまあそれだけですけどね、収穫といえば、うん、
まあ、だけどすごくこう行ってよかったなっていう。やっぱり行って見て食べた。そうですそうです。食べた。そして触れた。山田に触れたことによって、ことによって生情報が得られた、うん、そうですね。やっぱり、一時情報、あとやっぱりこう良くない状態の、ベストな状態じゃない時の山田にも触れることができたんですよ。つまり客が誰もいない、そうですね、駐車場ガラン、みたいな、あんまりやっぱり普段はやっぱり昼飯時とかに行くわけですからね、お客さんも賑やかで、活気のある山田なんですよ、死んでる山田、見ることができた。まあ、iPhone とかさ、パソコンなら暗い画面になっちゃう。そうですね。休止モードになっちゃう山田ですよね。そうなんですよ。で、僕はだからすごく今日思ったのはね、例えばデニーズなんかは、やっぱ店内も明るいし建物もいいし、客がいなくても絵になるわけですけども、山田は、山田を山田、なさしめているものっていうのはやっぱ客ではないかと。人なんだね。しかも、最初僕ら3人がいたんですけど、ちょっと違うなって感じだったんですけど、後から来た、つまりこう、内装屋さんみたいな感じの人とか、それから長距離ドライバーズは来た途端にギュッとバーッ雰囲気出てきたでしょ。山田っぽさが。そうだね、そうだね。あれなのよ。そうだね。だから山田は人だね。山田は人なんだ。そこが分かってきたな。だからあれだね、つまり割とこう人のうちに近いっていうかさ、そうだ、そういう、そうそうそう、人のぬくもりが山田を作っていくポイントでしょうね。でしょうね。ポイントでしょうね。ただまあ山田にも言っておきたいことっていうか、言っておきたいことはね、メニューっていうか写真写真だけはちょっと考えた方がいいんじゃないか、美味しそうに撮った方がいいね。美味しそうに撮った、やっぱりね、その後でデニーズ行ったんですけど、メニュー見てたまげましたよ。やっぱりね、コーヒー飲みに行ったんだけど、なんかもう本当に料理と写真は美味しそうだもん、まあ、本当にプロが撮ってるさ食べたくなる、ね、プロの仕事なんですよね、まあそらそういうもんで、まああんだけのチェーンでさ、展開力があれば、資金力とかいろいろ違うと思うんだけど、やっぱ食べ物屋さん、食べ物の写真はね、そこはやっぱり頑張った方がいいよね、そうなんですよ、ね、だからもう安さとかボリュームとか、それとかは全然引きを取ってないんですから、まあ、ただね、その僕はあの店の中で指摘しましたけど、あのカウンター、店のカウンターのところにあの垂れ下がってるなんかすだれみたいなもの、はいはい、あれほら全店共通じゃなくて、あそこのうちの人が、そうですね、まあ、なんかどっかホームセンターで買ってきた、昔25年前に買ったかもしれないやつが下がってたじゃないですか、はいはい、ああいうこうちょっと人ん家に行ってホッとするような、そうなんですよ、味わいはやっぱデニーズとかそういうチェーン大手チェーン出せるわけがない、そんなね、出せない、いつものって、いつものなんてデニーズで言ってもさね、だそういう感じだよね。そうですね、特に制服らしきものもないし、山田の場合は、そういうとこもなんか人ん家っぽさを出しているのかな、はい、まあそんな感じで、はい、まあ本当にそんな喜んでたら電車乗り遅れちゃったら、もう帰り寒、ちょっとなんかいやーすごかったね、なんかいろいろ言って、ちょっとじゃあもうちょっと動画撮っとくとか言ってやってたら、もうもう目の前で電車行っちゃってさそう、もうちょっとだったんですけどね、次の電車30分後でしたからね、寒かったね、もう僕ホカロンをトロさんと平川さんにあげちゃったりして、そうそうそう、はい、何も無理だもんね、ポツンと赤ちょうちんが1個あるだけで、まあ、そこに入ったらまたその30分飲み屋じゃね、焼き鳥屋上がるの待ってる間に行っちゃうっていう感じだったので、じっと待ってたんですけど、まあね、駅で待つ、無人駅で待つ、そしたら僕らだけが待ってたんです、残り3分ぐらいでバーッと集まってきたでしょ、みんな分かってるから、やっぱり分かってる、そうなんですよね、まあ、そんな感じで、だから行き帰り往復まあ4時間ぐらいかけて、はいはい、山田だけを目指して、他に何もなんか僕小田原とか言って最初聞いたら、僕あんまりちゃんと調べてなかったんで、もう平川さんについていけばいいやと思ったんで、小田原だったらなんで小田急線乗んないのかなとか思ってたんですよ、だから鈴広かなとかさ、なんかお土産何しようかなとか、ね、ぐらい、もう店ないもんね、何もね、何もないね、お店とかないんだよね、すごいとこだったんですね、まああれはあれで、まあ、ちょっともう行けないと思うんで、なか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 ね、しかも電車でなんて、なかなか行けないと思うんで、神多い御殿場線っていうのも初めて乗りました、御殿場線初めて乗った、うん、あれは JR 東海なんだね、
沼津行ってるやつだよね。あ、そうだよね。JR 東海でしたね。あれからください。あ、すみません。すみません。そうなんですか。うん、いやいやいや、まあでも、まあでもいい体験、うん、あの経験しましたね。で、行き帰りあの3人で、平田さんと3人で、はい、いろんな話をね、はい、あの、まあ、次のレポの台割りをどうするかみたいな、ちょっと僕横で聞いてたりね、したり、まあ、いろんな結構いろんな話が。まあ、さっきのね、計画とかね、あの雪を見ながらっていうこととも絡んでくるわけですけど、はいはい、レポをどうしていこうか、うん、尾形からの激しいで尾形君がいいことも言ったんですよ。なんすか。雑誌であればね、うん、君のやりたいことは分かるよと、うん、手紙みたいにやりたいこといろいろまあ分かるよと、うん、アマチュアっぽいけどね分かるよと、はい、でも雑誌っていうのはさ、うん、やっぱり特集だよ、はい、で俺も、うん、分かってるよそんなことは考えてますよ、はい、でもう言いましたよ尾形、次はぶちかますから山田はっ関西のやつなんだよ、もともと何それみたいな感じだったんだけど、うん、まあ関東のやつでも何それかもしれませんけどね、特集ついに満を持してる最初の特集が山田うどん、山田うどん特集、はい、あの次の、第7号でですね、はい、レポ初の特集記事として、はい、山田、まあ、今日もその取材で、まあ、まあそうですね、行ったようなもんですよ、はい、山田うどん特集をやります、やっちゃうんですよね、ですからあの、まあ、レポ6号まであの、まあ、特集せずに、はい、あのそういうスタイルで来たんですけども、はい、こうなった以上7号からは、ええ、特集主義、特集も取り入れようと、はい、ええ、どんぐらいなんですか今回はね、はい、何ページ15ページぐらいとか、あ、割といきますね、いやいやいや20ページぐらいやりたいとこだったんですけどまあこうそういうほら急遽思い立ったっていうところも 、まあ、ありますんでね、はいはいはい、もう皆さん原稿準備をされてたりして、はい、まあ、それぐらいかなと思いますけど、やっぱりこう、どうしても今これをやらねばっていう、はい、ことがある場合は、はい、積極的に特集って出たいと。なるほど、ええ、そうですか。と考えるとなんかこうご時世に例えばですよ、うん、次の号が3月15日ですから、それはやっぱり世間的にはさ、うん、それはやっぱあの震災から1年と、あ、そうです、もちろんそうですね、特集を雑誌はみんな仕掛けてくるに決まってますけど、はいはいはい、僕たちは、はい、まあ、そこは山田で行くわけですよ、はいはいはい、こんなことはもういくらでもよそでねやってることですから、ね、だからこう、まあ、自分たちに必然性があればいいと思うんで、うんうん、そう世間と合わせなくてもいいと思うんで、はい世間に合わせるとろくなことないじゃん、無理して、だってさ、レポみたいな雑誌やるのに世間に合わせて無理してっていうかさ、まあね、今何流行ってるみたいな、そうそうそう、まあ、やってもいい、そうって考えてもね、まあそうですね、うん、なんでもうそれはどっかがやればいいことで、あってもう特集やろうと思うんだけどって言ったところで、はい、多分もう平笠さんも山田なんだなって分かったと思うし、はい、うん、山田だったらやりましょう、決ですから、うん、これは間違いのないところです、はい、なのでまあ ね今年の一つのレポの展開の柱ですよね、山田うどんの、まあ、はい、あれですね、ちょっと単行本が今まあいろいろ持ち上げたりしてるところもあるし、あ、ね、まあ、ちゃんと決まんないと言えないけど、うん、そうですね、っていうのがあったりね、まあやっぱりうどんが一つのこう、うどん、はい、はい、白いうどんが僕 あのそういえば、ね、あの携帯あのこれね、このカバー見てください。うどん元年。いいですね。こんなものが。はい。きつねうどんですね。まるちゃんなんですけどね。本当はここにかかしがあると一番いいんですけど。あと今日あのお手紙いただきましてですね。あ、はいはい、あの、あ、電車で勤めしていただいて。そうそうそう。あの世田谷のうどん屋さんからですね、なんと、はい、長文のお便りいただきまして。心もうハートのこもったすごくいい手紙でした。ね、はい、名言というか、はい、まあ元々あの学校の先生をやって土日祝日だけの、はい、まあ、お店なんわけですけど、うどん屋さんをやってらっしゃる方、しかし最初は蕎麦屋だったんだ、はい、蕎麦屋だったんだけども、はい、いろいろこう蕎麦道とかね、まあ、そういう蕎麦のうるさい
みたいなのがだん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 こう嫌になっちゃったっていうか、うん、その時にふっとうどんっていうのを気づいた時に、うん、まあ、うどんの持つ、うん、まあ、優しさとか、まあ、いろいろ書いてあったんですけど、はい、なんといってもうどんはそばにはない寝かせという工程があるんだと、はいはい、寝かせという工程寝かせ、はい、ね、そ、あ、なるほどなと、うん、そこを踏んだりいろいろまあ工夫があるわけです、うん、はいはい、そういう、まあ、お便りいただきましてですね、はい、これも、もちろん食べには行くつもりですけど、はい、多分打つことになるだろうと、一緒にね、来たお父さんがですか、打つことになる、打ちたいでしょう、やっぱり打つべし、打つべしですね、打つべし、下の女王ですね、そうそう、うどん打つべし、打つべし、えぐり込むように打つべし、打つべし、そうそうそうですね、ですから金曜の晩ですかね、仕込みは、寝かせってことは、はい、金曜の晩やるんじゃないかなと思うんで、分かんないですけど、まあ、ちょっとそういうのももしできたらね。ああ、それ俺も見に行っていいですか。いや、もちろん一緒に、はい、一緒に打ちましょうよ、はい、で教えてもらって、はい、うどんなんつうのは家でもできるわけだから、はい、楽しいですよ。それは楽しいね、うん、あとそのお手紙の中で、はい、その方がね、はい、言ってらっしゃったことで、うん、僕はすごくね、ここに残ったのでね、はい、そばよりうどんの方がちょっと一角下に見られてる感じが、そうそうそう、書いてたね。うどん屋、うどん屋をやるっていうことを、そうそう、僕は蕎麦屋じゃなくて、まあ、もうこれからうどん屋に切り替えるよって周囲の人に言ったら、うん、え、な、うどん屋なんかだって、そうそうそう、なんでうどん屋なんかやるのみたいなっていうふうな、ん、その明らかにこう蕎麦の方が上にいて、おかしいじゃないかと。そうそう、でもそれは本当にね、それはさ、まあ、つまり逆に言うと蕎麦の方が、うん、なんつうかな、こうちょっと偉くなっちゃって、偉くなっちゃって、うん、権威づいたり、そう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 、なんかそういうね、なってて、つまりうどんの方がその庶民性があるっていう意味なのかもしれないですけど、まあ、うん、まあ、関東だけの話かもしれないですけどね、うん、特にやっぱり関東では、うん、蕎麦の方がなんか粋で、粋とかね、うん、そうそうそう、なんとかね、うん、そういういろいろ落語にもいっぱい出てくるし、うん、ねえ、そういうの書いてあって、奮起して、そこでちょっとそれはやるしかないって感じな、いい感じなんですよ、ね、でも学校の先生らしいんですけどね、ね、平日はね、そうなんですよ、そうなんですよ ね、 ね、僕それ読んで拝見して、まあいろいろこう、そうか、ちょっとそのうどん屋、うどんっていう屈辱感っていうかね、うん、うどんを一角下に見られる感じっていうのは何なんだろうとか、うん、ちょっと電車乗りながら、はいはいはい、小田原に向かいながらいろいろ考えたりしてなんですけど、うん、あのマンモス西がさ、うん、明日の女王ですね、明日の女王、はい、マンモス西がね、まだマンモス西だった頃に、うん、マンモスってリングネーム作る前に、うん、はいはい、あの女王がさ、力士と戦うために、うん、こうやって力士がすっごい減量やってたわけですよ、うんうん、マンモス西があれですよ、あの夜こっそりね、減量が苦しいわけ、うんうん、夜こっそりあの、うん、うどん夜泣きうどんが来るんだねなんか知らないけどさ、はいはい、断平ジムの近くに、はい、でうどん食っちゃうんだよね、うん、そしたらあの女王があの見に見つけて、このうどん野郎って言ってぶん殴るんですよ。そしたら口からうどんがぶわって出ながら、そのなんていうのこう、あれ、そばとね、このそば野郎だとね、そばだとさ、なんかこうカロリーも少ないっぽいっていうか、うどんの方が太いから食い出がある感じで、間抜けな感じもあるわけだよね、なんかね、多分そうそうそう、意味合いとしてはこのそば野郎とかさ、このマクドナルド野郎とかさじゃダメなんだよ、よりうどん野郎の方がさ、なんかこうなんかブニョブニョした感じ、悲しいんだよ、なんかうどん西の食欲が、マンモス西の食欲がでんぷんにいってるって感じ、でんぷんにいってる感じなんだよね。でこう殴られた時もこう太いうどんが口からクワーってなりながら、ここにあの柴哲也のさんの絵の絵でね、うん、ここほっぺにめり込むじゃない、パンチが、うん、こうビヤーってなるじゃないですか、うん、逆方向に、逆方向にうどんがピローっと口から出てる感じあの時の西はさ、うどんやろ、辛かったんですよ。で僕はそのあのこうなんか僕夜中ね、うん、あのあんまり食べちゃダメよってうちの奥さんなんかすごい言われたりしてて、原稿書いたりしてる時に、はいはい、でもなんか腹減っちゃったりして、うん、もうちょっとなんかやる気ないなみたいなさ、うん、なんか冷蔵庫なんかないかなと思って、はいはい、魚肉ソーセージとかあるわけ、はいはい、食っちゃうんですよ、つい食っちゃう時に、うん、自分に言ってたもん、このうどん野郎
って屈辱的に食べるわけ、そのなんか感じですよね。そのはいはい、はい、まあそのうどん自体、はい、まあねこのうどん屋の、そういうちょっとなんかそのうどん、そのうどんのなんかこう、うん、うどんっていう少し差別されたかもしれない。そうですね、そうですね、ちょっと格差社会、麺類の中の格差社会としては、ね、はい、うどんは割とこう力の割にはそういうふうに見られがちですよね。力ありますけどね。これそうめんとかっていうのはまたこうちょっとさ、なんていうのかな、ポピュラーなんだけど、うん、まあ、季節物っていうか、うん、いつもそばにある感じじゃないじゃないですか。うん、あとなんかやっぱりマンモス西のね、うん、話で言うと、うん、このそうめんやろうってこうそうめんが、細いそうめんがビュッと迫力ないね。迫力ないし、なんかその、うん、食欲に負けた感が足りないんですよね。あ、そうだね。あっさりしてるから、うん、うどんもっちりですからね。もっちりですからね。うどん。うん、あ、ちょっと。そろそろあの、本のプレゼントをしなくちゃいけないので、あ、そうかそうか、そうそう、抽選をね、抽選を、北尾父さんの、中野サボテン学生寮、はいはいはい、まあ父さんの、まあ、初の小説と言っていいでしょう、はい、ですね。これ読者プレゼント、読者じゃない、視聴者プレゼントを先週申し上げたんですけど、そうですそうです、7人ぐらい、7人ぐらいを、うん、これ相当あれですね。これはなんか当たる確率高いね。高いね。じゃあ江上さん、ちょっとこれもこういうふうにもくじ引き、はい、こうね、じゃあ、はい、ね、ちょっと番号でリストがあるんで、その当たった番号の方に差し上げる、はい、これ一人どなたかがこの番号で、先ほどかなちゃんが作ってくれました、これです、これが当たり、はい、5番です。5番、あ、でもこの方は匿名希望さん、え、匿名希望さんですか。カッコになってますからね。ああ、そうですね。女性の方ですね。女性の方ですね。はい。中野サボテン学生寮初版本欲しいです。N さんですね。はい。ということで。この方に当たりましたので。レポをご覧な、あの、レポの年間購読申し込んでくださった方、ね。ああ、そうですね。ありがとうございます。N さん。ありがとうございます。じゃあ、このお名前入れて、はい、ちょっと、送らせていただきますので。あ、おめでとうございました。ちょっとこれを忘れると大変だ。はいはいはい、あとちょっとね、先週のレポ TV で、はい、あの個人広告っていう話を したところがですね、はい、申し込みあったんですか。あったんですよ。あったんですけど、はい、あの細かいことが全くわからないと。そりゃそうですよね。まあまあね、はい、なので、はい、とりあえずその一枠押さえといてくれ的なことしか、まあ本当申し訳ないですけど、うん、これできないわけで、はい、あのちゃんとあの正式に決まりましたらですね、はい、もちろんあの連絡しますし、はい、ホームページ、レポのホームページの方にも要項として上げさせていただきます。はい、まだあの、間に合いますというか、まだ知ってる人が、レポ TV 見た人しか知らないんで、あ、ね、そうそう、限られますんで、はい、それ僕もお願いします。はい、一枠ね、はい、そこで連載しようかと思ってます。それいいね、それもいい、はい、どう、そうそう、いろいろあの普通の途中で何とかはで終わったりするの。そうね、それも本当どうとでもあの、はい、使っていただける、まあこうそういうふざけたものの方がこういいし、あとちゃんと自分の連載できるんですよね、うん、読者の方もできますよ。そうだね。そうですよ ね、 ね、まあ、文字数は少ないですけど、文字数は少ないし、少ないですけど、自分で金出すんだけど、90円切って11枚で11枚で90円切ってたった11枚で連載ができる、うん、ね、そうだね、単価とかいいんじゃないですか ね、 単価とかね、結構作品載せられますよ ね、 そうね、はい、文字数的に俳句とか、はいはい、まあ、そういう使い方もして、はい、まあ、告知関係とかでもいいし、お店の紹介とかでももちろん構わないですし、はい、そういうことで枠が終わる、あの埋まるまでは、募集しますので、はい、よろしくお願いいたします。さてさてさて、他にありましたっけ今日。なんかあの結構いろいろミーティングしたことは、そうですね、いろいろあったんだけど、発表できることとできないことがあるかもしれないんですけど、割とできることとしては、はいはい、多分2月に伊藤聖光が、そうだそうだ、レポ TV に来てくれます。伊藤聖光さんがゲストで来てくれる、遊びに来てくれるということで、まあ、出演して来てくれる見込みです。暮れに文化放送のね、うん、あの伊藤くんの番組が、グリーンフェスタって番組なんですけど、
久々に僕はあの収録で行った時に、はいはい、レポの話をして、うん、そしたら、まあ、大いに、うん、あの興味をしました。あんなだ本当にあのテレビでちゃんと司会やったりさ、はい、してる人なのに、はい、そうですよね、レポ TV 出たいって言ってくれてであのいつにするかっていうのは、まあ、向こう、はい、あの伊藤君ってやっぱちゃんと事務所とか入ってる人なんで、はいはいはい、あの自分でじねあのスケジュールね、スケジュールを管理されちゃってるわけで、うん、はいはい、だからその自由になる幅っていうのは割と狭いんですけど、はいはい、やりたいと言ってくれているので。伊藤聖子って会ったことはあります？いや、ないですね。ないですか、うん、それもちょっと楽しみですね。そうです ね、すごい楽しみですね、うん、伊藤君はいいですよそうですよね、伊藤君は僕は大好き、うん、もうね、はい、そういうこうちょっとなんていうの、あと暮れに僕あともう一つまだちゃんとこれは決まってないし、はい、ちゃんともまあ、はい、一応あの出てくれませんかって言ったら、あのああそれ出たいねって言ってくれたんですけど、南辛坊さんが出たいって言ってる言ってるんですよ。これ快挙ですよ。暮れにね、あの年末のご挨拶に私が伺ったわけです、ね、はいはい、あれなんですね、えのき時計の、まあ、仲人さん、仲人さんなんですね、ご夫妻が、はいはい、まあ南さんね、はい、出たいって言ってくれてるんですけど大物ですよね、まあ、伊藤聖子も大物ですよ、まあ、芸能人としてはすごいちゃんとした方ですから、大物なんですけど、やっぱり年齢がねそう、まあ、伊藤聖子さんって同世代的な感じなんだけど、うん、やっぱり大先輩というか先輩ですよ。僕はそうですよ。南さんの、まあ、絵とか文章とかをむさぼり食ってたような人です。そうです。人間ですから、はいはい、ちょっとなんていうのかな、ドキドキですよ。ね。うん、しかもね、あの今日会うなりにあのトロさん言ってたけど、はい、あの今売りのオール読み物でめっちゃそうです。あの要するに本人に なっちゃう写真、ええ、まあ南さんのまあライフワークといってもいい顔真似写真をもう30年ぐらい続けてる、はい、あのシリーズで。ええついに、まあ、スティーブ・ジョブズをやったんですけど、これをちょっと皆さん、俺よりも立ち読みでいいから、見てください。見てください。200何ページぐらいに、ね、はい、ありますけど、このね、引き出しますよ。南さんがやったスティーブ・ジョブズがすごいんだ。これはね、本物以上にジョブってますから。ジョブってますね。あれはすごいね。びっくりしました。いや、これまでも、はい、南さんの言えば、はい、うん、似てないけど似てるように見えてしまうとか、いろいろもう本当驚くようなことを経験させてもらったんですけど、今回はまず似てるし似てるんだよね。僕暮れに行った時にそれのね、はい、あの写真いっぱい撮ったやつっていうのを見てもらってたんですよ、はいはい、ジョブズすごいぞと思ってたんですけど、まあ原稿がまたすごく秀逸だなので、そうそうそう、あの、まあ、原稿も合わせてご覧になってほしいんですけど、うんうん、あのその時に皆さんが言ってたのは、ちょっと角度を変えるとゴチエになっちゃうんだよねっていう。それもよくわかるあ、なるほど、確かにそうだ、はい、ゴチエさんとジョブズはあの似ていたっていうかもしれないっていうね。そうですね、南さんかますと似てるんですよ、うん、そうね、いや、まあ、笑ったね。まあぜひ、オール良いもの なのでご覧になっていただきたい。そうですね、そういうこうなんか賑やかなですね。もうほら1周年も近いですんで。1周年はいつなんだっけ、2月の中旬、多分中旬ぐらいです。中旬だよね、中旬にあのレポ TV1 周年に、2月の14日がちょうど1年、ああ2月14日バレンタインデーですか。バレンタインデーの日が、はい、あのまあバレンタインデーは、ね、あの2人で冷蔵庫開けようね、はい、何か入ってたら大変だからバレンタインデーですからね、ガッて開けちゃおうねそういう1周年もありますし、はいはい、よく続いてますね、レポ TV。レポ TV、よくやってるね。休んでないから、あの正月休み1回だけですよ。いえ、猪木戸さんの喘息の時も休んで。ああ、そっか。そうか、そうか。僕がね、喘息になった時ね。あ、そうか、そうか、うん。あ、それで来週は猪木戸さんが、日光に行かなければいけないので。そう、日光アイマックスの試合の日なんですよ、火曜日。そうですね。なので、私休みます。あの、下関マグロが、あの、心よく、はいはい、出てくれることになりましたんで。まあ見てますよ、多分。あ、でもね、10時だと間に合わない。なんか試合終わった後いろいろ仕事したりして、ね、なんで多分アーカイブですね。iPhone で見てます。はい、いいですね。まあそんな感じで、はい、やろうと思いますんで。他ないかな。なんか言い忘れたような気がしてしょうがないんだけど。告知関係？告知関係は言ったと思うんだけどな。ちょっとこれやってサボテンも発送やったし。大丈夫ですね。大丈夫ですか。大丈夫でしょう。あの企画
関係はまだ言わない。いやいや、ちょっとだけ言おうか。今あのさっき急ににわかに上がった、だからね、僕は本当あのよく言うんですけど、全てのこのいいアイデアとかね、そういうものっていうのは、はい、全てとは言わないけど、はい、やっぱりね、雑談力っていうかね、雑談からこう誕生する、はいはい、場合が多いじゃないですか。多いね。でまさに今日は、うん、山田食べただけですから、山田食べただけ、無駄な一日って言ってもいいよ。見方によっては。うちだって俺、うち出るとき、かみさんに、バカじゃないのって言われて出ちゃう。いや、こんな寒い日にってね。確かにね。はい、まあそういう、だからこう、そういうときってもう、こう、やっぱり喋ってさ、はい、何か埋めようとするわけじゃないですか。まあ、まあね。ね、はい、そういうときに、ポロッとこう、いいアイデアが。はいはい、無責任な感じで喋ったことで、はい、ポン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 って、でまあ、先ほどね、はい、ちょっとあの、まあ、喫茶店でね、喫茶店でお茶飲んでたんですけど、まあ、なんていうか、こうよく雑誌で、文学賞とか、文学賞とかね、いろいろありますよね、賞、はい、というものが。はい、これ、レポでも、うん、このまあ、いずれ賞を創設すると。創設するのはどうだろうと。ね、うん、これがあのつまり文学小説とか文学に対しての賞ではなくて、はい、それはもちろんそうですよね。もちろんそうですよね。レポの性格がそうですから、あのあれ、まあ、去年あの、はい、高円寺だっけで、あの、はいはいはい、文化放送吉田瑠衣子アナを呼んで、まあ、朗読、声に出して読みたい日本語だっけ、でみんなそれぞれこれ読んでほしいっていうのを、まあ、持ち寄ったんですけど、はい、まあ、一番面白い、うん、なんか、ね、この今年この本笑ったみたいなやつをそうですそうです、みんな持ち寄って、選考会を。やったらどうだっていうような話になったんですね。そうなんですよ、はい。まだ正式決定ではないですけどね。正式決定ではないです。でもなんかそうだとすると、はい、父さんあれですよ、だからその、秋号なのかなんかわかんないですけど、うん、1号さ、うん、発表の号があったり、それからあの、ね、文藝春秋みたいな感じで言うと、あれは、妙訳妙訳じゃなくて、なんていうのあれ。章っていうんですか、ね、あのね、あ、なんかこうダイジェスト版みたいな、ダイジェスト版みたいな、一部だけ載るとかみたいな号が受賞作、それでも権利関係どうなるんだろうね。わかんないけど、まあ、そんなのがあったり、あったりするのかもしれないですけど、僕たちが目指すのは、はい、それでまあ、あのもし喜んでいただけた場合に、はい、帯に、はい、こうまあ仮にレポ賞という、まあ、レポ賞っていう名前にはならないと思いますけど、はい、レポ賞受賞作みたいなこう、ね、ね、ほとんど中二章みたいなもんなんですけど、そうです、父さんが、あ、もちろんそうです、はいはい、中二章、そうですね、本屋大賞中二章のようなもんなんですけど、それ、あそこのところが、だからつまりさ、その例えば講談社エッセイ賞ってあるじゃない、うん、まあ、ノンフィクションというか、うん、まあ、講談社ノンフィクション賞とエッセイ賞って2つ、はい、まあ、あるんですけど、はい、そのエッセイ賞みたいなとこと、うん、まあ、とんでも本との間のこう広大な、うん、誰もあの手をつけたがらなかった誰も気にしなかったところですね。気にしなかったところです。なんかあのこの本笑えるなみたいな。だから賞というのがいかに偏ってるかですね。文学はもういっぱいあります。しっとありますね。文学ね、純文からね、児童文学とか、そういっぱいあるんですよ、はいはい、で、ノンフィクションはまあ大谷壮一ノンフィクションも、はい、筆頭に割とこう硬派な、はい、硬派な方はね、硬派な方はそれなりにあります。ありますね。で、まあ、エッセイとか少ないんですけど、うん、一応まあ講談社がやってたりするんですけど、うんうん、このちょっとこうくだらないっていうか、くだらない、まああってもなくてもいいんだけどみたいな本っていうのはこう、その賞にはこれまで全くこう、うん、誰も褒めてくれなかった、褒めなかったし、うん、そうそう、誰もこうそこをなんか市場と見ていないというか、見ていないっていうかね、ええ、そういうことだと思うんだけどさ、ええ、そこに僕たちが切り込んでいこうじゃないかと。そうするとね、賞のタイトル何にしようかっていうのが最終的にちょっと、うん、まだね、あの難航しましたね。まだちょっと決まんないんですけど、まあ、決まんないですね。北大トロ賞はちょっと重はゆいんでしょ、ええ、もちろんですよ。そういうそういうのはちょっと僕はちょっと勘弁してください、はい、北大トロ賞、やっぱり、ああ、じゃあ誰なんだみたいなことですよね。そうです、そうです、誰なんだ、難しい。まあ芥川賞、直木賞、うん、ね、はい、まあ、文豪と言われる人とか、はい、まあ、うん、直木賞の場合はなんかまあエンタメ系というかね、はい、うん、こう、あ、企
けば芥川賞って聞いてお笑いだと思う人はいないわけですから、まあね、こうポッとこう、うん、象徴的な、なかなかこれが難しいんだよね。結構何人か上げてみたけど、うん、なかなかちょっとうまくはまらない、しっくり来ないし、ね、叱られちゃうかなとか、ね、うん、しかも遺族の妖怪を取らなきゃなんないかもしれないし、そうですよね、まあ、そういうのもいろいろね、うん、ありますね、うん、まあちょっと分かんない、どういうのタイトルなのか分かんないですけどね、それでもなんかちょっとやると、うん、面白いかもしれないですよね。面白いんじゃないかな。まあ、多分その選考会とかイベントでできるかもしれないしね。イベントでやりたいね。うん、ライブで。みんな一冊ずつ持ってきたりして。そうですそうです。こうなんかいいんじゃない。芥川賞とかでもさ、ちょっとこう密室じゃないですか。密室ですね。あとで漏れ伝わるところによる、はい。まあでも金田中でもやりたいですね。あのなんか文学賞を決めたりするらしい、あの料亭、料亭でね、はい、着物なんか着ちゃう、着物なんか着ちゃうんですか、難しい顔なんかして、うーん、それとなんか高そう、僕はもう一つ笑えなかったなそうですね、そんな感じで、はい、なぜこれがいいんだとか、はい、そう、田中さんみたいな人がね、あのそんな選考委員はされと言ったりするようなね、そうそうそう、そういう、まあまあそういう面白いですかね、うん、まあそういうちょっとね、あのもしかすると、はい、そういうこともまあ やるかもしれない、はい、知りませんね、はい、うん、まあ、だから多分いろんな展開なあれだと思いますよ、なんかあの雑誌の性格とかもそういう感じで割とあの、はい、はっきり多分見えるようになると思うんですよ、うんうん、そうですね、はっきりしないとね、世間に向けても、そうですね、あ、こういうものなんだ、こういう雑誌なんだが、あっていうかあったんだみたいなねまあまあそう、まあそうですね、そうですね、そこはね、はい、ちょっと力をつけていかなければいけないところですけれども、はい、まあ企画としても、うん、まあ、特集ということと、はい、それからこの賞、創設みたいなところと、はいはい、まあでもあれですよね、こうそんなのがうちから出てきたさ、若造がいっぱいいるじゃない？うん、いるいるいる。まあ今日島袋くんこう来て遊びに来てますよね。遊びに来てるけど、うん、島袋くんとか中島透子とか、うん、そうそうそう、いろんな若造いるじゃないですか。うん、そのね、いずれなんかそんなのを取ったりすると、副賞山田うどん、山田副賞は副賞山田うどん、副賞山田うどんじゃないですか。1年分ぐらいですか。ダーンとね。はい、まあわかんないけど、はい、まあそんな感じでね。ええ、面白いな、うん、まあでも本当にあの今年何の本どの本面白かったみたいなことって、うん、すごくあの単純にそうなんですよ、面白い、そういうことって、もう週刊ブックレビューもなくなりますから、唯一のレビューが、ね、そうそう、はい、正式決定で3月末でなくなっちゃうんで、はいはい、やっぱこう書評とか本についてこうああだのこうだの言うみたいなものっていうのが、うん、なんかやっぱ寂しいじゃないと、そうですね、いやレポ TV をそういうふうにもっとシフトしてってもいいんですよ。ああ、そうですね。そういう時を設けても全然、全然いいんですけどね。もう、うどん、うどん、うどんらしいですけど。ちょっとここのとこね、偏ってます。うどんらしいですけど。ええ、まあ、もっと本に振ってもいい、良さそうな媒体なんですけどね。はい、そうですね。ちょっとここのとこちょっと夢中になってますからね。まあまあね。うん、まあ、これはこれでね。ええ。ね、まあ、文化活動としての山田うどんですから。はい。はいはい、あ、もちろん文化系ですから、文化系ですからね。ええ、はい。そんな、ね、どんな感じ、はい、ああまあね、皆さんがどうタイムラインを見てみたりして、はいはいはい、はい、まあだから割と2年目もうすぐ2年目なんですけど結構盛りだくさんな感じ、2年目もまたあのそうですね、はい、そして、北尾徹54歳も、あのとっても花盛りな感じになりそうな、はい、またねマラソンも走るし、マラソンね、だ徳島マラソンがね出られないっていうのがちょっと残念なんですけど、あ出られないなったの、いや皆さん聞いてください、はい、あの去年、いっぱいマラソン大会中止になったんですよ、震災の影響で、はいはい、あの時期のマラソンっていうのはね、はいはいはい、今年はやるじゃない、はい、それ楽しみにしてる人がいっぱいいるわけで、はい、だからもう何ガイタレ一流のガイタレのチケット取る波ですよ、だって1時間1時間ぐらいでもうダメだったんだから、ただ12時に深夜12時にスタートで、はいはいはい、1時ぐらいにはソールドアウト、ソールドアウトです、9000枚、ほえ9000人ですよ、へで僕はもうあの朝になってから、はい、さあそろそろレポマラソン大会とかやって
あの申し込むと同時にあのなんか雑誌さついちゃうっていうのどうですか。出場料に出場料になんかこんなのいらないんだけどなみたいな、これから走るのになんだこれみたいな。それね昔ね、はい、ランニング雑誌とか、はい、で、まあ、あの主催とかちょっとこう協賛とかで、はい、ツアー組んだりするんですよ、はい、ホノルルマラソンツアーとか、はいはい、そうするとあの必ずね豆みたいなね、必ずそのツアー参加所の、うん、こう顔走ってる姿を撮って掲載するんですよ。はいはいはい、それまあ買ってくれるじゃない記念に、はいはいはい。だからそのライターっていうのを僕一回やったことあるんですよ。グアムマラソンっていうの。で市場命令が、はい、とにかく全員の走ってる姿を撮れと。うん、まあ僕はとにかくカメラマンなんですよ。はいはいはい、必死だよ、はい。あれはもうまあまあそれに近い感じだね。まあね、うん。どうですか。そんなことですか。大人気ですね、はい。徳島マラソンっていうのはやっぱり、ね、気候がいいんで4月にやるんですけど、はい、でまたあの四国はやっぱり一度走りたいって人が多いんですよ、はい。僕もそうだったんだけど、あこれお遍路の文化がありますから、ね、やっぱそういう声援とか応援とかいうのがすごくこう、うん、気持ちがいいっていう、うん、那覇もいいんですけど徳島もいいっていうんで狙ってたんですけどね。だからまだ次のレースが決まってないんですよね。あそうですか、うん、でもまあいずれ、はい、まあ、年に1回マラソンっていうことなんで、はい、はい、わかりました。はい、まあ、そんな感じで、はい、大体時間もいい感じになってきたので、ねえ、はい、今夜はこういうことでお別れの時間です、はい。どうもありがとうございました。おやすみなさい。